マイナス10キロ飲んで痩せた魔法のドリンク、あなたにお伝えしてまいります。この動画ではこの順番でお伝えしてまいりますね。1つ目、なぜこの魔法のドリンクを飲んでマイナス10キロ痩せることができたのかという理由と、2つ目です、何を飲めばそのように痩せることができたのかという具体的な材料と、そして3つ目です、どのようにその魔法のドリンクを作ったら良いのか、材料と美味しいレシピをあなたに最後お伝えしてまいりますので、ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンや、またチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お伝えしてまいりますね。では1つ目です、なぜこの魔法のドリンクを飲むとマイナス10キロ痩せることができたのかということで、その理由なんですけれども、それは腸内環境が整うからと、もう1つ、血糖値の急上昇を抑えてくれるからなんですよね。この2つとても大切なんです。なぜかと言いますと、もしあなたが今体重が増えてきた、太ってきたという状態に終わりな場合はですね、あなたがお悪いのではなくって、あなたの腸内環境がね、お悪いんです。また食べてるものがですね、もしかすると血糖値がこう急上昇してしまうようなものを好んで食べてしまってるということが考えられるんですね。例えばそれは何かと言いますと、白米だったりパンとかパスタとか、そういった小麦系なんですね。あとはまあ太るものといえば甘いもの、ポテチみたいな油ものとか、そういったものがとにかくやめられない、止まらないということに、もしあなたがなってらっしゃるとしたら、あなたの腸内環境が悪いんですよ。そしてまた血糖値を毎回急上昇させてしまうものを召し上がってるからこそ、その間その脂肪を溜め込んでしまって太りやすくなってしまってるだけなんですよね。逆に言えば、じゃあどうしたらよいかと言いますと、あなたの腸内環境を整えば、あなたは自然と痩せ体質になることができるんですよ。生まれ変わることができるわけです。過去の私もそうでした。なので、このいかに腸内環境を整えてあげて、そしていかにこの血糖値の急上昇を抑えることができるのかということが、ダイエットがその成功するかしないかっていうところの、そのポイントになってくるわけなんですね。ではここから2つ目のお話に入りたいと思います。何を飲めば、要はどんな材料がその魔法のですね、痩せるドリンクなのかということで、その材料の痩せる力をですね、今からあなたにお伝えしていきたいと思います。2つあるんですけれども、まず1つ目はリンゴ酢です。お酢ですよね。お酢といっても、あの例えば純米酢とか黒酢とか、そうですね、白ワインビネガーとかね、いろいろお酢って種類あると思うんですけれども、私が今回あなたにおすすめしたい一押しは、お酢の中だったらこれ、リンゴ酢、おすすめしたいと思います。その理由は、酢酸の働きであなたのですね、腸の動きがとっても良くなってくれるんですよね。結果、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になってくれるからなんですよ。そして先ほどお伝えしました血糖値の急上昇をなんと抑えてくれるものがこのリンゴ酢なんですよね。なので抑えてくれるわけですから、その間溜め込んできた脂肪を溜め込みにくくすることができますよということになるんです。そして最後、カリウムがとっても豊富なんですね。これは何かと言いますと、むくみを改善してくれます。私もですね、もう毎回いろいろ別動画でもお伝えはしてるんですけれども、せっかく体重が減ったとしても見た目が変わらないと悲しくないですか。せっかく3キロ落ちたのに周りから誰も痩せたねって言われないとか、なんか悔しいじゃないですか、こんなに痩せたのにって。その場合はむくんでるからなんですね。むくんでしまうから見た目がこう分かりにくいんですよね、せっかく痩せたのに。ですから、しっかりとすっきりとですね、やっぱりこのむくみをスパッと解消するためには、カリウムが豊富な食材、やっぱり毎日召し上がる必要があるんですよね。その一つがこのリンゴ酢になります。なので、この魔法のドリンクに使う材料は、このまず一つ目はリンゴ酢になります。そして次は蜂蜜
なんですけれども、実は蜂蜜ってね、甘いからこう太るんじゃないのかなって心配される方もいらっしゃいますが、もちろんその質の悪い蜂蜜はダメですよ。例えばお砂糖が添加してあったりとか、香料、人工甘味料とかですね、そういった余計なものが入ってる蜂蜜はもちろんダメなんですけれど もう純粋のピュア蜂蜜と呼ばれる 100% の蜂蜜であれば、こんなにダイエット効果があるんです。それは何かと言いますと、まずは栄養が豊富なんです。栄養がいっぱい入ってますから、痩せ体質に近づくことができるんですね。栄養不足になってしまうと、その結果ホルモンバランスを崩してしまって、どんどん食欲が抑えられなくなったりとかですね、体重設定を増やすホルモンがコントロールできなくなってしまって、すごく損するんですよ。なのでしっかりとこのビタミンやミネラルを取らないといけないわけです。そこが入っていますということ。そしてアミノ酸の力でですね、あなたの脂肪を燃やしてくれる脂肪燃焼効果もあるのが蜂蜜なんですね。そしてまたビフィズス菌もその餌になるものも入っていますし、もう何よりもオリゴ糖が豊富に含まれている関係で、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌になってくれる、もうスペシャルなですね甘味料なんですよ。なのでお砂糖や他の人工甘味料などを使わずに、ぜひこの蜂蜜をですね、普段のお料理やそのドリンクにもね、使っていただきたいなと思います。ではここから項目の3つ目に移りたいと思います。どのようにその魔法の痩せるドリンクを作ればよいのかということで、ここからは材料と実際に作り方、実演を入れてですね、あなたに分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ではまず材料です。無添加のリンゴ酢をご準備ください。これが大さじ1から2杯です。で、1から2杯としましたのは、リンゴ酢はですね、先ほどお伝えした通りダイエット効果あるんですけども、取りすぎてしまってはね、良くないんですよね。お酢というのは取りすぎてはいけません。なので1日にだいたい大さじ1から2杯までなんですね。なのでここはやはり酸味がお好きな方は2杯まで入れても良いんですけれども、だいたい大さじ1杯でね、基本的にはいいと思います。大さじ1杯を2杯作ればね、トータル取れますから、もうそれぐらいでいいと思います。なので私が今からお伝えするこのリンゴ酢ドリンクというその魔法のドリンクは、1日あたりリンゴ酢の量は大さじ1から2杯程度までに抑えてくださいね。それを1杯にしても良いですし、2杯に分けて作っても良いですよということを覚えておいてください。そして私がですね、ちなみに使っておりますリンゴ酢というのはこちら、純リンゴ酢です。原材料がですね、素晴らしいんですよ。リンゴ果汁かっこ国産とリンゴ果実かっこ国産ということで、この2つしかないんです。よくあるのは、もうこれにわざわざですね、甘みを入れたような甘味料が入って、人工甘味料ですよね、とかお砂糖とか香料とかも余計なものが入っているリンゴ酢はもう絶対に選ばないでくださいね。かえって太ってしまいます。なので良質のリンゴ酢をあなたのお近くで探してみてください。ポイントは今私がお伝えした通りです。原材料がリンゴ果汁とリンゴ果実のみ、かっこ国産でお願いします。で、まずこのリンゴ果汁ですね。リンゴ酢ですよね。そして次、蜂蜜です。で、蜂蜜も私はですね、こちら自宅からお持ちしたものがあります。純粋のピュアカナダ産の蜂蜜を私ちょうどあったのでお持ちしてるんですけども、蜂蜜の脂質ゼロですから、油もゼロなので、まあ、安心して使っていただきたいと思います。この蜂蜜は小さじ 1/2 準備してくださいね。そして天然水がグラス1杯です。で、私はもうとにかくですね、この微腸活の観点からお伝えしますと、冷たい飲み物は太ります。なぜかというと、あなたの腸がですね、ピタッとやっぱ動きがですね、止まってしまう。要はちゃんと動いてくれなくなってしまうんですね。要はお腹を冷やしてはいけないわけです。女性にとって冷えは大敵ですよ。もうダイエットの敵です、冷えは。なのでできればこの天然水と書いてますけれども、できればホットで、ホットがダメな方はせめて常温で作ってください。で、ここを無糖の炭酸水で置き換えていただいてもとっても美味しいんですけれども、やはり炭酸水っていかがですか？冷たい方が美味しくないですか？常温で、ね、飲む方もいらっしゃるんですけれども、あんまりその冷たくなるようなものは控えていただきたいなと思います。では早速ここから作っていきたいと思います。じゃあまずこういった耐熱のグラス準備してくださいね。こちらにまず、リンゴ酢ですよね、大さじ1から2で、私は1
杯ぐらいにとどめてますよ。あんまりこれを2杯も入れると酸っぱすぎて私は飲めないので1杯程度で収めてます。この大さじの量ですね。これを大さじ1入れました。そして次蜂蜜ですねが小さじ1/2の1で、こちらはもうすでに1/2になっている計量の、ね、スプーンを持ってきているのでこのサイズで1/2です。じゃあこちら蜂蜜入れていきますよ、ね、蜂蜜美味しいですよね。私何でも入れます。私あの家に白砂糖ってかお砂糖ないんですよね。調味料で私家にお砂糖持ってないんですよ。なので調味料じゃ何先生使ってるのってよく聞かれるんですけども、蜂蜜なんですよね。甘みをつけたい時はもう蜂蜜か、まあ、もしくはメープルシロップぐらいですね。私家にお砂糖ないんです。お砂糖使わないんですよね。普段の食事でもお砂糖使うことないです。でちなみにあの私のクライアントの方ですね、歯科医師の先生もいらっしゃるんですけど、その女医の先生もおっしゃってましたね。家に砂糖は一切置いてませんっておっしゃってました。すごく素敵な先生で、もとってもスリムでですね、もう優しくってもう大好きな方なんですけども、その先生もお家に砂糖はないっておっしゃってましたね。でここにですね、ちょっと今回はですね、この水筒にお湯を持ってきたんですけども、こちらはあのお好みでいいと思います。その薄いのがお好きでしたらもう少しこのグラス大きめのカップにしても良いと思いますし、私はこれでどれぐらいですか、200ぐらいありますかね。このもうこれ注ぐだけです。こんな感じで、でよーくかき混ぜたらホットのリンゴ酢ドリンクの出来上がりです。本当美味しい香りがしますね。よくあの紙パックでリンゴ酢ドリンクとかもしくは黒酢ドリンクとか売っておりますよね。お飲みになった方いらっしゃいますか。あれはあの結構やっぱりね、余計な添加物が入ってますから、もう買わずともですね、こんなに簡単に作れてしまいます。そのもう香りと同じ香りがしますから、しかも無添加ですよ、手作りです。でこのドリンクを1日、私は今の分量だとリンゴ酢を大さじ1しか使えませんでした。私はあとこれを2杯飲むことができるわけですよね。でもしも一度にリンゴ酢2杯大さじ2杯入れた方は1日1杯まででとどめておいてくださいね。そしてさらに効果的な飲み方のタイミングなんですけれども、もちろんホットで作ってくださいねという条件がありましたよね。ただこのお酢というのはですね、食前に飲んでしまうとちょっと胃がですね荒れてしまう可能性があります。で特に胃がお弱い方というのは空腹では飲まないでくださいね。でベストタイミングは食後に飲んでいただくのが一番いいですね。なぜかというと食後に飲んでいただくことで、その食べた時のその血糖値をですね、その急上昇するのをこのリンゴ酢ドリンクが抑えてくれますから、まあ、食べたことをなかったことにじゃないですけれども、やはりですねその血糖値をいかに抑えるかっていうのがポイントでしたよね。なのでできればこのリンゴ酢は朝一番起き抜け飲むとかいう、あのレモン白湯とかいったお白湯系ではなくって、お食事の終わった後にもうデザート感覚でほっとこう一息ねついていただくといいと思うんですね。なので例えば食後にコーヒーを飲んでますっていう方は、食後にこのリンゴ酢ドリンクに置き換えてください。この魔法の痩せるドリンクに置き換えていただきますと、本当に健康的に綺麗に痩せることができるんですよ。しかもノンカフェインですからもとってもいいです。やはりカフェイン系、まあ、コーヒー、紅茶、緑茶とかああいったものはやはりカフェイン系ですから、ダイエット向きではないんですよね。なぜかというと、あなたのそのストレスを刺激してしまうあの交感神経とその自律神経のバランスをですね、その頑張れ頑張れってその鞭を打つような、まあ、飲み物になってしまうので、取りすぎてしまってはダイエットにもあまり効果が出ない飲み物ということになりますから、いいんですけれども飲みすぎは NG ですよということに気をつけていただければと思います。ではこの動画のまとめに入りたいと思います。1つ目、なぜマイナス10キロ痩せる魔法のドリンクなのかということで、その痩せる理由は腸内環境が整うから、そして血糖値の急上昇を抑えてくれて脂肪を溜め込みにくくしてくれるから、結果自然と痩せ体質に生まれ変わることができるからなんですよでしたね。そして2つ目です。
何をでは材料として使っているのかでしたけれども、それはリンゴ酢と蜂蜜でしたね。この2つの最強コンビのパワーを使っていただいて、あなたの腸内環境を整えて脂肪をため込むのを抑えてくれるというものを使うということでしたね。そして最後3つ目、どのようにになりましたけれども、それはリンゴ酢ドリンクです。まあ、別名魔法のドリンク、痩せる魔法のドリンクなんですけれども、材料はこちらでしたね。できればホットで、しかも無添加の良い材料を使っていただくことで痩せ効果がアップするんですよでしたね。飲み方の工夫、タイミングもお伝えしておりますので、ぜひご参考にされてください。今までお伝えしたこの動画の内容と、そのまたレシピですね、今すぐ取り組んでいただいて、あなたの健康的で綺麗に痩せるにぜひぜひお役立ていただけましたらとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。